い、皆さんおはようございます、リセですちょっとね、ルイスは今隣の部屋でまだ寝てるので静かめに行くんですけど、今朝の5時ですいや、めちゃくちゃ眠たい中、今日撮っていく動画は、いつもお仕事頑張って、妊娠中の私をサポートしてくれている旦那のために初めてお弁当作りに挑戦してみる企画です。イエーイで、ルイスは普段仕事場にお弁当を持っていかなくて、お昼ご飯はなんかスターバックスでコーヒー飲んだりとかだけであんまり食べないんですけど、今日は特別にお弁当を作ってあげたいなと思って、この企画を考えました。で、4月にね、赤ちゃんも生まれて、大きくなったらね、幼稚園とかでお弁当が必要になってくると思うので、その練習も兼ねてやっていこうかなと思います。確かに今思えばね、ルイスにお弁当を作ったことなかったですね。一緒にピクニック行く時に2人でなんか唐揚げとか卵焼きとか一緒に作ったとかはあるんですけど、ルイスの仕事場へ持っていくお弁当を作るのは初めてなので、ちょっと気合が入ってますので頑張ります。ルイスのことをね、起こさないようにやっていこうと思います。じゃあ早速やっていきましょうか。 Let's go。 で、ちょっとお弁当箱なんですけど、これですね、昨日買ってきましたよ。女の子が生まれる予定なので、まあもうちょっと可愛いやつ買ってあげるんですけど、まあもし緊急でお弁当が必要な時に使えそうなピンクの弁当箱を買ってきましたので、これにちょっと今日は詰めていこうかなと思います。じゃあね、ちょっと早速やっていきたいんですけど、まずね、ご飯炊いてます。ご飯炊いてて、あ、次何したらいいんだちょっと野菜とか切っていきますか。その作る順番とかあんまり気にしなくて、冷めても大丈夫だと思って作ればいいんだよね。どういうお弁当にしようかなと思って、多分イギリスのお弁当はサンドイッチね、サンドイッチとポテチとかないよ。ただね、ちょっとそれはね、良くない、体にあまり。ということで、今日は和のお弁当を作っていこうと思います。まずはじゃん、焼き鮭。焼き鮭ね、お弁当に入ってたら美味しいよね。作っていきます。焼くだけなんだけど、作っていきますって言いながら、お弁当ってめっちゃむずくない？1個しか入れないわけじゃん。残ったやつどうするんだろう。私が食べていいってことじゃあ鮭を焼いていきますね、グリルで。はい、まず鮭を焼きます。野菜を切ってレタスを洗ったりします。世の中のね、お母さんたち、そして旦那様にご飯を作ってる奥様たち、本当に尊敬する。もうね、私今日5時に起きるのに精一杯でしたもん。普段はそんな時間かかんないのか、私が早起きしすぎたのか分かんない。ルイスが起きてくるのがね、7時なので、タイムリミットは2時間です。初めてのお弁当作りなんで、2時間ぐらいで頑張ろうかなと思ってますけど、レーズン野菜とか洗いますね。リセとルイスですはい、ね、鮭焼けました。めっちゃ美味しそう、今すぐ食べたいんだけどこれ耐えるの大変だ、めっちゃお腹空いてきた、朝5時半だけど。レタスとトマトも洗いました、いい感じ。今からアスパラと人参ですね、これを切って豚巻きを作ろうと思います。醤油とみりんで味付けする美味しいやつですね。なんかお弁当になんか入ってる感じがする、そういうの。ちなみに朝なので、喋るスペースも動きもいつもの2分の1くらい。はい、負けました。残った野菜もちょっと一緒に焼こう。リセとルイス。ご飯もね、美味しそうに炊けました。美味しそう。じゃあ並べていきます。火通るかな。一緒にね、シャウエッセンも買ったので、このソーセージも一緒に焼いていきます。お弁当作りのコツは、この1個のフライパンをどれだけ活用するかだって誰かが言ってた気がするのでちょっと普段だったらやらないんですけど、同時焼きですね、同時焼きしていきます。先にね、ウインナーと野菜を回収しました。で、これね、蓋をして焼いたので、多分中の野菜にも火が通ったので、最後醤油とみりんで味付けします。はい、いい感じにね、絡んだので、これで完成です。
次、卵焼き作っていきます。これ卵と塩コショウだけで薄味でいこうと思います。卵焼きはね、やっぱお弁当の定番ですよね。卵焼き用のフライパンがないので普通のフライパンで作っていきます。上手にできるかわかんないけど、卵焼き完成です。リセとルイスです。おかずもいい感じに揃ってきたので、ラストのおかずですね。ラストのおかずはクイックフレッシュ、このハムでこのクリームチーズを巻いたやつですね。これ私がお弁当に入ってて一番好きだったおかずなのでちょっと作ろうと思います。このハム食べるのマジ多分10年ぶりぐらいですね。お弁当以来。うわ懐かしい。クリームチーズを半分に切って、どうやってたんだろう私のお母さん。なんか違う、ちょっとやってみよう。なんかめっちゃ可愛いお花みたいになってたんですよ。それやり方わかんないです。四角になっちゃうんだけど、もう四角でいい？諦めました、四角です。あれ？お花みたいになってたの、どうやってやってたんだろう。聞いとくべきでしたね。あのお花みたいになる予定だったんですけど、ただの四角になりました。まあいっか、ちょっとお母さん連絡してください、これを見てたら。で今からご飯を詰めていこうと思うんですけど、ここでねキャラ弁要素をやろうかなと思って、でルイス何のキャラ好きなんだろうかなって考えた時に、やっぱじゃん、彼ですね、羊のショーンです。これを頑張って作ろうかなと思います。ちょっとね載せてる人がいたので、ちょっとこれを参考に頑張ります。いやこんな可愛くできる自信はないんですけど、ちょっと頑張りますね、私のないセンスで。これ成功したらねすごい喜んでくれると思うので頑張ります。2匹入るかな、ギリギリ入るかなって感じですね。このキャラクターはイギリス発祥ですよ。ちょっと下にレタス敷き詰めます。じわじわくるな、これをもう一個作りますね。楽しい。はい、土台完成です。ここにこの海苔に巻いた顔ですね、これを作っていこう。顔の大きさこのくらいかな。 OK、 顔 OK。 次耳ね、耳むず。じゃあこの子に海苔つけます。大丈夫かな、でかいかな、顔でかいかも。ちょっと顔でかい気がする。あ、ちょっと顔でかいんでちょっと顔小さくします。待って、蓋閉まらんやんこれ。まあまあまあ大丈夫でしょう。いい感じ。あと耳ね。はい、耳。はい、耳1個完成しました。これを、ああ可愛いんじゃない、可愛いんじゃない。この感じで耳あと3つ作ります。はい、耳4つつけ終わりました。今こんな感じですね。でここに次目と、あと上の髪の毛とつけていこうと思います。目がこのチーズかなと思ったので、ちょっとチーズ、これをちょっとストローで丸く切り抜こうと思います。あ、ちょっとちっちゃすぎるかも。待って、可愛くないって、目小さすぎた。ちょっと待って、これダメですね、違う方法。あ、いい感じ、いい感じ、このぐらいかな。ちょっとこれをいっぱい頑張って目4つ作ろう。はい、ちょっとチーズで頑張って目4つ作りました。ここにね黒目をつけていこうと思います。黒目もね、この糊を頑張って切り抜かないと。この人どうやってこんな綺麗な丸にしてんの。あ、いいんじゃない、
いい感じじゃないですか、かわいい。こんな感じで、上の子はちょっとこっちを見てる感じで、この子は正面見てる感じにしました。あとはこの髪の毛だね、髪の毛をのせよう。はい、こんな感じで髪の毛ものせました。かわいい、いい感じなんじゃない。はい、こんな感じで人生初キャラ弁、ショーンですね、完成しました。よし、やっと残りのおかず詰めてきます。はい、完成しました。自分で言うのもなんですけど、初キャラ弁にしてはすごいいい出来なんじゃないかなと思います。じゃあ蓋をしていきましょう。リセットルイスです。はい、お弁当の蓋もね、無事に閉まりましたので、これを、はい、お弁当袋に入れて、あとちょっと小腹が空いた時用のミックスナッツも、この可愛いハートのジップロック見つけてこの前買ってきたので、これに入れて、あとお箸ですね、お箸。はい、お弁当完成です。はい、よかった、無事に出来上がってよかったですね。あとルイスが起きてくるまでね、15分ぐらいなので、ルイスが起きてきてこれを渡していってらっしゃいっていう風にやろうと思います。楽しみですね。じゃあ起きるの待ちましょう。Hey, what are you doing out here? What are you doing out here, darling? Smells really good in here. What? Why does it smell so good in here? What are you doing? What are you doing? You should be in bed, darling. What's that? Hi, お弁当. You got up to get me bento? お弁当作ってた. You 作った? For me? No, baby, you didn't need to do that. Thank you so much. You must have got up so early. 大丈夫. Oh, man, I'm so sorry I didn't realize. I'm so sorry, I don't deserve that at all. Yeah, but... Hey, これ終わって仕事に行ってきょうは。え?本当?まだ開けたらダメだよ。ランチまで我慢。ちょっと見たい。ダメ?ちょっと見たい。ランチまで我慢して。我慢できないかもけど。ありがとう、thank you so much. Wait, you got your makeup on as well? You're really pretty today. You're looking really pretty today. You got something?No, I'm going back to sleep now. Going back to sleep? Yeah, you need to get more sleep. Come on, we need to go get you some more sleep, don't we? You and the baby. Arigato, baby, don't you think that? Arigato, it's good to greet you. いる けど this is special. I don't need it any other time, only this time. Okay? I need you to get rest. でも、arigato. 本当にありがたい。美味しいか分かんない。絶対美味しい。If it tastes as good as it smells, it's gonna be good. 楽しみしてて。本当に楽しみ。ありがとう、幸せ。No, Genki, I was just like so surprised. I woke up and you're not there. Well, where are you? Like, kind of like got me like work, like boom, 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 boom. 家でしたと思った。なんか目覚めた。忘れないでよ、これ。絶対忘れないよ。How could I forget? This is like the best thing that's happened all year.そんなに言われたら毎日作ってあげる。この袋もめっちゃ可愛いやん。なんかウサギみたい、可愛い。大丈夫だって。No, not 大丈夫だって。大丈夫じゃないだって。どんだけ寝かそうとする。寝てください。寝てください。早く着替えてきて。I'll be back as soon as I can. でも、ありがとう。すごい喜んでくれましたね。じゃあちょっとね、これでお弁当を持って行って、食べた時と、あと帰ってきた時のリアクションも撮っていこうと思います。いってらっしゃい。行ってきます。これは大事ね。これは一番大事だから守りますよ。守るよ。本当に楽しみ。 Honestly, I reckon this morning is gonna go so fast. I'm gonna be so excited for that. Anyway, go, go, baby. 気をつけてね。かっこいい。バイバイ。リセトルイスです。はい、ちょっとね、今お昼寝してたんですけど、ルイスから LINE が来ました。写真が無事でよかった。ちゃんとね、ショーンが無事でよかったです。で、メッセージで、あ、かわいい。めっちゃ嬉しそうや。ショーンと自撮り撮ってる、かわいい。で、メッセージが、待って、リセちゃんめちゃくちゃ可愛い。本当にありがとう。すごい美味しそうだよって。最高だよっていう風に LINE 来ましたね。めちゃくちゃ喜んでくれたみたいで良かったです。いや、頑張った甲斐ありましたね。味も美味しいといいんですけどね。楽しんで食べてもらえたらいいなと思います。いやー、じゃあ帰ってくるのも楽しみですね。直接ちょっと感想も聞きたいなと思います。リセとルイス。あ、お帰り。ただいま。おかえり、寒かったでしょ。あ、ちょっとだけ。美味しかった。めちゃくちゃ美味しかったよ、これ。本当にあ
ありがとう。よかった。That was absolutely amazing。めっちゃ可愛かった。可愛かった。やっぱりショーでね。最高。好きでしょ。いいだった。本当に好きだよ。I also bought some strawberries。ありがとう。So maybe I'd make us crepes or something tonight. Crepes.美味しそう、めっちゃ美味しそう、いちご。ありがとう。リセちゃんの。何これ？First time, thank you for making me better. え？ Thank you so much. 何買ってきたの？Huh? Well, you have to open it and see, won't you? 何？え、かわいい！ They're really warm socks. So hopefully, they'll be really good for you. Because recently, when you've been pregnant, you got cold feet. So they should be good for you around the house. ありがとう。家でめっちゃ履くわ。めっちゃ欲しかった。美味しかった？めちゃくちゃ美味しかったよ。全部食べた？満足。全部食べた。満足でした。また明日も作ってほしい。No, no, no. Rest. Rest. It was so nice. It was so nice. I wish I could have it every day, but it's more important for you to sleep. Okay? 分かった。ありがとう。本当にありがとう。最高です。なんか生地若干失敗したけど、クレープやばい。大丈夫。ありがとうロイス、いちご、こちらこそ。頑張った。でも美味しいよ、絶対美味しい。味は大丈夫。なんかやばい食べ物になってるって。そう。天下巻き切らないクレープ完成しました。美味しそう。美味しそう。楽しみね。